久保さん、青汁王子にしましょうか。なんかね、あの、青汁王子が、なんかディズニーランドのね、ディズニーランドの入園料が1万円を超えたっぽいんですよ。で、青汁王子がなんか、いや、その、1万円が高いと思う所得を疑えみたいな。なんかまあ、なんかそれが、なんかニュースで上がってたんで。そう。<laughs> でも所得から、所得が低い人からするとね、 けみたいなありますけど所得が高い人からすると所得が低いの疑いみたいな <laughs> まあどっちに寄り添うかですよねうんまあ僕はすみませんビジネスをやってるのでうんビジネスまあ僕もねじゃあ最初から所得が高いなん何すかねうーんとその富豪の家で生まれたかっていうと富豪の家じゃないんですよ 僕の家は貧乏で、あの、何すか、母ちゃんの口癖はいつも金がない、金がない。そして軽自動車。ずっと軽自動車でしたし、僕の家はね。で、あの、当時、この窓をね、こう、手動で開けるっていうし軽自動車でしたから。そう。で、一回親父が軽自動車でね、フォードアの軽自動車を買って、買ったんですよ。わドアが4枚あるつってね。<laughs> すごいみたいなね。 軽自動車でドアが4つあるすごいな、みたいなね <laughs>。で、まあ僕も昔はその、何すかね、経済的な、まあ恵まれてないわけですよ。だから結構その、友達ん家行くと、まあ料理とかね、いっぱいおかずがね、5種類とか6種類出るわけですよ。で、僕の家はおかず1種類なんですよね。で、他の家行くとおかずが1種類じゃないんですよ。 種種類7種類バーって出てくるんですよもちろん人が来たからっていうところもあるかもしれないですけど <laughs> あと弁当ですね弁当はもうすげえ忘れないですけどなんか僕なんか他の人の弁当ってすごい色鮮やかなんですよねでおかず交換したりとかしちゃったりとかし,し,してるんですよである時ねこう見てねしまいましたね <laughs> そうなんか日の丸弁当みたいなおかずももうかもう全然なくて で、恥ずかしくて開けられなくてね、弁当をね。で、あの、忘れた、友達には言えないから、その弁当あるけど、恥ずかしくて開けられませんじゃなくて、嘘ついてね、あ、弁当今日忘れちゃったんだ、みたいなね。で、でも弁当残して家に帰るじゃないですか。で、母ちゃんにこう恥ずかし、恥ずかしくてあげられなかったよと。って言って、母ちゃんがかなりショック受けてたみたいですけど。 いやまあそういう幼少期だったんで、まあ、いつかお,金なんかお金持ちになりたいなみたいな思ってましたけどでもまあ僕はまあね最初からその富豪に生まれたわけじゃないしでも勉強してね今のこの自由な生活手に入れて思うことがそこに不平不満あるんだったら勉強して実践すればいいんじゃないかなって思う部分があるわけですよ僕もそうだったからでも最初から生まれた瞬間から富豪の家に生まれてたらそうは思わないかもしれないですけど。 僕はそういう状況からでもめちゃめちゃ勉強してめちゃめちゃやったわけですよ。で、やればできるんじゃないかなと思える、僕は思えるし、思いたいんですよ。やればできるよと、うん。どうせ無理じゃなくて、やればできるよっていうことを伝えていきたいし、そこに希望があるよっていう、どんな状況でもちゃんと勉強して歩いてやればね、その自分で稼げる力っていうのはつくよっていうのをこれからも発信していきたいですし。 ただどうあがいてもねどうあがいても自分でこう無理っていう人ももちろんいるだろうしビジネスにをやろうと思っている人が全員ではないですからねうんだからまあそうなってくるとまあ政治の力が必要になってくるとは思いますけど、うん、僕はなんかそのなんか自分の人生変えたいなとか自分でそのお金稼ぎたいなっていう人をそのサポートしていくその人たちのなんかお役に立つために今仕事はしているっていうなんかその意識はありますけどね 自分がやってきたことをこう教えていく伝えていくうんだからまあ久保さんはねもうなんかちょっとね陰郷ですからねそうもう投資家久保っていうところもありますから僕は投資家はね投資はまだ全然してないですからね、まあ、常に今も商品売ってビジネスしてるんでうんだからそういう僕はすいません山本太郎さんみたいにそういう感じじゃないですけど 自分でビジネスしたいとお金稼げるスキルつけつけたいっていう方に対してあのなんだ教えていくっていう役割というかまあそれでやっていこうかなと思いますねうんだ山本太郎さんは、まあ、政治でそれを活動していただいて僕はそのうんなんか諦めなんか希望そこに希望を持っている人たちですよね 自分で稼ぐスキルつけたい。何とかしたいって思ってる人たちの手助けですね。多分山本太郎さんはどちらかというと、どうせ無理っていう人も底上げしていくってことですよね。うん。でも僕は、僕の発信としては、どうせ無理って思うより、やってみたらどうっていう。不可能と思うんだったらか不可能だし、可能と思うんだったらそこに可能性は生まれるし、希望は生まれるだろうし、少なくても僕は目の前に久保さんっていう人を見てきてね、麻雀店のおっさんでね、 あのパソコンもよくわかんないで40歳からでしょねあの初めてね人生変えたっていう人を今やり取りしてますけど、うん、だからやればできるんじゃないかなと僕は思うしでそういう事例をたくさん作っていきたいですよねうんまあ僕もねあの塾やってますからその塾生さんの中でもこう出てきましたからね人生変えた人たちっていうのはでもその人たちも最初は初心者で あのよく右も左も分かんなかったっていう人たちですからね最初からお金に困ってない富豪に生まれたっていう人は僕の塾生さんに誰もいないですねなんか毎,毎月お小遣いなんか100万もらってますみたいなそういう人はいないですね <laughs> 僕のお客さんには <laughs> みんなあのきつい状態からスタートしてねうん変えてってますからああまあ変えてほしいなと思いますね ただ変えられないと思うんだったら変えらられないと思うんだったら変えようとする人たちを応援,すればいい応援するしかないですよね。自分ができないんだったら変えてもらえる人を応援するしかないですよね。うん。はい。いってらっしゃい。